エルンストフリードリヒ・フォンザクセン・コーブルクイコールザール・フェルトは、チューリンゲン地方の諸公の一人、ザクセン・コーブルクイコールザール・フェルト公爵。ザクセン・コーブルクイコールザール・フェルト公子だった、フランツ・ヨシアスと、その日のシュバルツブルク・ルードル・シュタット公女アンナ・ゾフィア、の間に長男として生まれた。1758年にシュバルツブルク・ゾン・ダース・ハウゼン、公、ハインリヒ35世が、 同族の男子相続者を差し置いて、エルンストフリードリヒを、公領の相続人に指名したため、相続をめぐる訴訟に巻き込まれている。1764年、父の死に伴い相当な負債を抱えた、ザクセンコーブルクイコールザーアルフェルト公借領を、相続した。莫大な借金の返済のため、神聖ローマ皇帝ヨーゼフ二世は30年間の、 年限付きで、コーブルクイコールザ・アルフェルト公尺量の再建処理委員会を設けた。この委員会の委員長は、最初は、ザクセンヒルトブルクハウゼン講師ヨーゼフ・フリードリヒが、ついで、ザクセンゴー・タールテンブルク公エルンスト2世が務めた。この委員会の監督の下エルンスト・フリードリヒは年に1万2000ターラーを再建者に納めさせられた。 1768年に、エルンストフリードリヒは、寮内で宝くじを開始し、その収入はカンカインや、個人の経営を支援するために費やされた。また、農業に対しても支援を惜しまなかった。1749年4月23日に、ボルフェンビュッテルにおいて、ブラウンシュバイク・ボルフェンビュッテル・コー・フェルディナント・アルブレヒト2世の、三女、ゾフィ・ー・アントイネッテと結婚し、 マニゴ何二条儲けた。ありがとうございます。